皆さんこんにちは。今回は茨城県つくばにやってきました。つくば山歩き布を使ってつくば山に行ってみたいと思います。つくば駅からバスで約35分、つくば山神社入り口に到着です。登山ルートによってバスの降車場所が異なりますので要注意です。雲は少し多いものの晴れていてとても良い気候です。さあ、ここから鳥居をくぐって登山道に入っていきます。今回は御幸ヶ原コースで登ってみます。登りは約90分のコースです。全体的にゴツゴツした岩場が多いですが、時折舗装された階段も出てきます。ベンチなどもない場所ですが、一旦休憩します。皆さんもいろんなところでそれぞれ休憩しています。ゴツゴツした岩をガンガン上上と登っていきます。と思いきや、今度は下ります。せっかく登ったので少しもったいないです。木の根っこが露出していて恐竜の化石のようです。わかる方いらっしゃいますでしょうか。この辺りは水野川の水源地の近くだそうで、急にぬかるんだ道が出てきます。ラストスパートはひたすら階段を登ります。木々も色づいていてとても期待が高まります。筑波山山頂駅に到着しました。少し雲が厚いですが景色はバッチリです。いろいろなお店があります。まだ10時半ですが、小腹が空いたので何か食べようかと思います。こちらのローズポークまんにしようと思います。家で食べるコンビニの肉まんとは段違いにとっても美味しかったです。そして我慢できずにお団子もいただいちゃいました。エネルギーチャージできましたので、あともう少し登っていきたいと思います。自然研究路に行く予定でしたが、少し迷い込んでしまいました。またもや、なかなかの階段が現れました。そして、この崖を登っていきます。はい、到着です。山と平地のコントラストがとても美しいです。天気が良ければスカイツリーも見えるそうです。はい、また崖を降りまして、今度は自然研究路の迂回路を発見しましたので、こちらに進んでいきます。立新石というパワースポットのようですが、
階段を降りて石に近づくパワーがありません。なので階段を降りるのは断念しました。先ほどの看板から10歩ほど歩いたところに上り階段を発見しました。もう少しギリギリを攻めてみます。視界に広がる大紅葉、完全に間違いなく大穴場でした。山頂駅付近に戻ってきたところにも紅葉を発見しました。赤、黄、緑のグラデーションがとっても綺麗です。先ほどよりも随分と雲が薄くなってきました。お昼の時間になり、登山以外の方も増えてきています。ケーブルカーがあると気軽に登れてとっても便利です。ロープウェイもありますので、いろんなルートを気軽に楽しめるようになっています。帰りはケーブルカーで下山させていただきます。90分頑張った道のりもケーブルカーだと秒です。文明の力に感謝です。そしてなんとケーブルカーで下山した場所が一番綺麗な紅葉でした。初めての筑波山、大満足です。最後までご視聴いただきありがとうございました。